7月21日西東京教会主日礼拝。聖書の箇所はフィリピの信徒の手紙4章の6節から7節。賛美歌は452番です。主こそ神である。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。天にまします父なる神様、今週も主の日の恵みを放送礼拝という形で共に行うことができますことを感謝いたします。2週にわたりこのように集まる形ではなく、放送配信での礼拝となりました。そのことに一抹の歯がゆさや、またやるせなさを覚えることもありますけれども、しかし一昔前であればこのような形で礼拝を守ることもかなわなかったということを思うと、あなたがどのような時においても私たちを備え導いて、この主の日の礼拝を守らせてくださるということを再び味わうことができる心持ちがいたします。神様、どのような形であってもあなたの霊がこの場に臨在してくださり、礼拝をどのような形においても受ける私たちに、あなたの恵みと御言葉を与えてくださいますように。そして新たな週に向かってお知らされる私たちに、あなたの力が与えられ、あなたの御業に私たちが参与する、そのような幸いを味わい知らせてくださいますように。それぞれに様々な悩みを抱えている私たちでございますけれども、どうぞあなたの導きが私たちに豊かに与えられますように。今日のこの日の礼拝というこの時を感謝し、また
この礼拝を共に預かる皆さんの祈りと願いと共に、主イエスキリストの名前においてお祈りいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。新約聖書フィリピの信徒への手紙4章6節から7節まで、新共同訳聖書新約聖書の366ページになります。新約聖書366ページ、フィリピの信徒への手紙4章6節から7節まで。それではお読みいたします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。まず子供のための説教という形で語らせていただきます。この聖書の箇所を見ると思い煩うと書いてありますね。思い煩うというのはどういうことか皆さん想像がつきますでしょうか。そう、悩んだり苦しんだり、そんなことをですね指す言葉ですね。きっと皆さんもですね、困ったなあということだったりだとか、いやーこれは僕や私はやりたくないなあ、いやこれを目の前にするとなんか嫌な気持ちがいっぱいになってくるなあっていうことがあるんじゃないでしょうか。また小学校中学校、もしかしたら高校、どん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 皆さんが成長していくにつれて、そんな悩みっていうのはだんだん大きくなってきたなっていうふうに感じる人もいるかもしれません。そんな悩みとどういうふうに向き合っていけばいいかということが今日聖書の箇所に書いてあるわけですね。でその悩みを前にすると私たちはとてもなんか心も体も重い気がして、そっちに向かってだんだんなんかもう行く気がなくなってくるなっていう感じになってしまう時があると思うんですけれども、聖書は言うんですね、そんなことを神様に打ち明けなさい、そのような重みを、抱えながらそっちに行きたいというその気持ちを神様に打ち明けなさいっていうふうに書いてあるんですね。つまりそういうふうに私たちが思う嫌だなっていうこと、またああなんか心が重いなっていうことを私たちは私たちだけが持つんじゃないんだよと、神様もそれを一緒に持ってくださるんだよっていうことを聖書は言ってくださるわけです。きっと皆さんはですねこれからの人生でもそういった場面がたくさんあると思います。そのためにあやだなと、ああ前に進むのめんどくさいなって思う時がある。でもその前に進んだ先に皆さんを成長させてくれる何かがある、そしてそれを一緒に進んでいって見てくださる存在がいらっしゃるということ、それが聖書が皆さんに語るとても大切なことです。ぜひともですねそんな時、お祈りを通して神様にお願いをしてください。私が持っているこの重み、私が持っているこの悩みを一緒に悩んでください、一緒に持ってください。そうすればあらゆる人知を超えたと書いてある、私たちが考えるいろいろなことを超えた神様の力が皆さんのことを守ってくださることでしょう。ぜひともですねこのことを忘れずに、皆さんが持っているさまざまな悩みを超えて皆さんの成長、皆さんの豊かな経験が守られることをお祈りいたします。一言お祈りさせてください。御在天の主なる神様、私たちはついつい
心が前に進まない、悩みや苦しみの前に立ちすくんでしまう時があります。そんな時、私たち一人ではないということ、あなたが常にそばにいてくださるということ、またあなたが使わせてくださった私たちを支えてくださる存在が本当にたくさんいらっしゃるということを信じます。どうか神様、私たちの悩みや苦しみを共に持ってくださいますように、そして私たちが進む時にもいつも傍らにいてくださり、私たちを支えてください。今日というこの礼拝の時が与えられましたことを感謝して、またこれを聞く皆さんの悩みや願いをあなたやあなたにお委ねして、主イエスキリストの名前においてお祈りいたします。アーメン。続いて、大人の皆さんというふうに言わしましたも、大人というふうに言ってもですね、先ほど子供に向け、子供の皆さんに向けた説教と同じようにですね、悩み、また苦しみというものを抱えるということがたくさんあるわけでございますね。今日はそんなことについて語りたいというふうに思います。さて、この2024年という年、始まりましたけれども、やはり始まりのところを見るとですね、本当にこの1年は大丈夫だろうかと思えるような出来事が連続して起こった、そんな1年の始まりだったと思います。それこそその他での大きい地震があったりだとか、羽田空港での飛行機事故があったりだとか、本当に1年の始まりにこんなひどいことが起こってしまって、この1年は一体どうなってしまうんだろうかと、私たちの心にずんと重くのしかかってしまうような、そんな出来事が1年の始まりからございましたね。そんな中でですね、私がただ、1年の始まりにふと、とても嬉しい出来事があったということから皆さんにお話をさせていただきたいと思います。それがあったのは1月8日、これは皆さんご存知の通り成人の日でございますね。この成人の日でですね、私の、勤めております、慶明学園中学校高等学校という、小さな私立学校なんですが、その学校でですね、卒業生たちが成人式を行うという催し物がございました。そこがですね、私の新年の始まりの中で、最も明るく嬉しい時間になりました。これはですね、実は学校が、企画をしているものではなくてですね、生徒、つまり卒業生たちが企画をして、ここで成人式をやろうということを毎年やってくれるんですね。久しぶりに、帰ってきた卒業生たち、こんなに立派に成長してっていう子もいれば、おあまり変わってないなっていうのもいたりする。ただ久しぶりに言葉を交わすとですね、とてもなんか、教員やっててよかったなって思うようなことがたくさんある、そんなひとときだったんですね。で、そんなひとときの時にですね、私がメッセージを担当したものですから、そのメッセージを担当した時に、読んだ箇所がこのフィリピンの宗教の手紙の4章の6節から7節でございました。その時の話題もですね、ちょうど心の重みというものだったんですね。一番最初に私どもが言ったのは、こういうことでした。皆さんは慶明学園高等学校を卒業して、あるいは中学校を卒業して、もしかしたらいろいろな悩みに今直面しているかもしれません。もしかしたら今皆さんが直面している悩みっていうのは在学中から考えると増えているかもしれませんねっていうこと、これをお話ししたんですね。確かに考えてみると皆さんいかがでしょうか。私たち学生時代、また、もっと幼い頃から考えると悩みというのは増えている、あるいは質が変わっているなというふうに感じることはございませんでしょうか。それこそ小さい頃、また、中学校や小学校の時なんていうのは単純に嫌だということ、例えば勉強するの嫌だな、習い事行くの嫌だななんていうことが私たちの心の重みに直結していましたよね。確かに大人になった今も嫌なことっていうのはあるわけですけれども、
でもどちらかというと私はこんな悩みが増えたなって思うんですよ。それはどういうことかっていうと、それこそ嫌だなっていうよりも自分にとって大事なことだっていうのは分かっているんだけれども、自分がこの課題に直面して果たしてうまくやっていけるだろうかと、自分の力でこの課題を乗り越えられるだろうかっていうことがとっても不安になる。またなんでこんな課題が私に与えられるんだろうかっていうこと、それが私たちにとって不安や心の重みにつながるっていうこと、これから大人になってから私たちがその心の重み、悩みというもので形が変化してきたなっていう、そんな形ですね。やっぱり小さな頃に比べてそんな風な悩みの持ち方をするようになるかなと思うんです。ただ新成人の皆さんにもこういうふうに言ったんですね。考えてみれば、そのように心の重みが変化したっていうことは、私たちは自分のこと、また自分の周りのこと、そういったものがより見えるようになってきたんじゃないかと。つまり、そのような悩みが増えるというのは、私たちの確かな、心の成長、また、本当に人格的に成長していったということの証でもあるんだということを最初に申し上げたんですね。まあそう考えると心の重みっていうものも私たちにとって悪いことばかりではないのかもしれません。ただやはりですね、私たちにとって心の重みというものは、何と言いますか、私たちの前に進んでいくための力、そういったものをすっきりしまうようなものでもやはりあるなっていうふうに思うんですよね。この課題にどうやって立ち向かえばいいんだろうかと、どうすればいいんだろうかって思ったときに、なかなか体を前に進んでいかない、例えば何もやる気が起きないっていう状態になってしまったりだとか、その課題の前に立ち進んでしまうっていうことが私たちにはあるなっていうふうに思うわけでございますね。そして、そこについて新成人の皆さんにでももっと大事なことがあるよっていうふうにお話をしたこと、実はこれは今私たち、つまりこの礼拝に集っている私たちに向けても本当に大切な意味のある言葉だなと思いますので、今日はそれを共有させていただきたいというふうに思うわけです。それがこのフィリピの信頼の手紙の4章の6節から7節に書いてあることですね。もう一度お読みいたします。6節にはこんなことが書いてあります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事にして感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさいと書いてある。思い煩うのはやめなさいっていうのが私たちには難しいことなんですけれども、なんで思い煩うのはやめていいのかっていうと、私たちはそれを神に打ち明けることができるんだっていうふうに書いてあるわけでございます。これは私たちこの礼拝より呼び集められ、また信仰というものに神様によって呼び集められた私たちが持っている、とても大切な理解だというふうに思うんですね。それは何かというと、私たちのこの心の重み、私たちの悩み、私たちのどうすればいいんだというこの気持ちは、私たちが一人で抱えるものでは決してないんだというふうに聖書に書いてあるということ、それを私たちは知ることができるんだということなんです。例えば私たちそのような悩みをふと心を軽くすることがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思うんです。それはこのような回路に集った私たちの仲間、その仲間のうちにこの悩みを共有するっていうことにおいてもできるかもしれませんし、また私にとってその悩みをとても軽くしてくれる存在は家族であったりだとか、また、私が慶明学園、つまり高校時代に、与えられたとても大切な友人、そんな友人たちに自分の悩みやまた自分の状況っていうものを打ち明けるということができたときに、私たちはとても心もまた体も軽くすることができるなというふうに感じることがあります。そんなふうに私たちはその心の重みを共に持つことができるんだ、そのような存在として神様に作られているんだということが、この聖書の箇所に書いてあるとても大事なことなのかなというふうに思いますね。そして私たちキリスト者がとても大切に持つべき理解はもう一つあります。それはこのような思い煩い、このような心の重み、このようなこの課題を目の前にして果たしてどうすればいいのかというこの葛藤を主イエスキリストもまた味わわれたということ、
宗教、まあ、いわゆる宗教ですよね、における神様というのは悩みやまた苦しみというものとはあまり関係がないという、神様が多いと思います。絶対的な力を持っている。もちろん、聖書の神様も全知全能というふうに言われますけれども、でもその神様の子であるイエス・キリストはこのように、それこそ苦しまれたんだということが聖書に匿名に書いてあるわけですよね。それは、イエス様が十字架につけられる直前、ゲッセマネで祈りを捧げておられるとき、大変苦しみながらイエス様は、私の目の前からこの杯を取り去らせてください、過ぎ去らせてくださいというふうに祈ったときに書かれていることから分かることなんです。イエス様でさえも、この目の前の自分の課題というものに悩み、葛藤なされた。その苦しみをイエス様は知ってくださったということがここに書いてある。ですから、今私たちが目の前にしているこの苦しみをイエス様、また神様は理解をしてくださる方なの。私たちの苦しみをすべて理解した上で背負ってイエス様は十字架についてくださったんだということが私たちには分かる。それがイエス・キリストによって、また神様によってここに集った、またここに集められた私たちのとても大切な理解だということですね。さて、本当に私たちの心の中にはまだまだいろいろな重みがあります。この課題がいかにして、解決できるのかというその道筋が全然理解できないものがたくさんあるわけですね。しかし、このピンキン宗教の中にはこのように語り語ります。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。私たちの悩みを、私たちの苦しみを神に打ち明ける。そのようにすると、私たちの思いもよらない方法で、私たちの思いが全く及ばないような、そのような全てを超えたような方法で、神様の平和が私たちの心と考えとを守るでしょうというふうに書いてあるんです。ですから、私たちの悩みに答えを出すということ、それはもしかしたらすぐには与えられないかもしれない。でも、私たちはその苦しみや悩みを共に持つということによって、また神様に打ち明けるということによって、私たちはその希望というものを持つことができるんだというふうに書いてあるわけです。この2024年がどのようになるか、わかりません。そこにどのような希望を持っていいのかすら私たちはわからないかもしれない。でも神様にこの1年間をあなたによって祝福された年にしてください、この1年間がこのような年になりますようにということを私たちは共に願って祈ることができる。私たちの今抱えている心の重みや不安を私たちは共に持って神様に打ち明けることができる。私たちはそのようなとても大切な希望を持ってこの1年間を歩むという祝福を与えられているんだということをぜひとも皆さんの心に留めて生活していただければというふうに思います。そしてそのような希望を持って歩み出す私たちにこそ私たちが前に進む力を、またその前に進む先にある神様の恵みを預かり知るという権利を私たちが持っているという証拠なのではないかなというふうに思うわけでございますね。ぜひともこの2024年も共に祈りながら、また皆さんの重みも共に預かり知りながら、私たち共に支えながら歩むことができればというふうに祈り願います。共に祈りましょう。一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに主イエス・キリストを通して、また聖書を通して、本当に大切な希望を与えてくださいました。私たちが苦悩によって身動きができなくなる時にも、それは変わらずあり続けます。どうぞ神様、私たち聖書に書かれているその希望を忘れずに、私たちの苦悩と向き合うことができますように、そしてその向き合った時に聖書において同じく苦悩と向き合われた主イエス・キリストと、そしてあなたが私たちと共にいてくださり、その苦悩を共に持っていただく、それを信じます。神様、私たちと共にいて私たちの歩みを強め守ってくださいますように、そしてそれを通してあなたの御心を、御心と御業にかなうものとして私たちを用いてくださいますように。
今日という一日が与えられましたこと、この礼拝の恵みが与えられましたことを感謝して、主イエスキリストの名前においてお祈りいたします。アーメン。賛美歌452番。あなた方一生とともにあるように。アーメン。